どうも皆さんこんにちは、のってんです。スイコ、はい、今回はですね、じゃじゃーん、スイコ暮らしのケーキ屋さんでお店屋さんごっこしてみたいと思います。ケーキ屋さん、ケーキ屋さん、はい、こちらなんとスイコたちのミニチュアケーキが入ってるおもちゃなんだって。もうさ、このパッケージの写真が可愛すぎてみんなに見せたいと思ってついつい買っちゃいました。で、これなんで箱買いしたかっていうと、まあもちろん全種類欲しいっていうのもあったんだけど、なんとね、この箱自体がお店になっちゃうんだって。いや、もうこれはお店にしたいよね、絶対可愛いということで、今回はすみっこ暮らしのケーキ屋さんを丸ごと作って遊んじゃいたいと思います。果たしてどんなケーキ屋さんが出来上がるのか、早速やっていきましょう。スライムの本好評発売中、詳しくは動画説明欄からチェックしてみてね。じゃじゃーん、パッケージはこんな感じです。すみっこ暮らしのケーキ屋さんってことで、すみっこたちのケーキがいろいろ入ってるみたいです。いや、もうさ、これほんと可愛すぎるよね、どれが出ても当たり。しかも私今回大人買いだから全種類出ちゃうってよね。もう、開けた！はい、ということで早速開けていきましょう。ふぶん、じゃじゃーん、お、なんか入ってる、これなんだろう。あ、あー、なるほどね。見てみんな、これケーキ屋さんのさ、背景じゃない、あの箱買い特典のやつ、かわいい。よし、じゃあこれちょっと破らないように丁寧に取っとこう、で後で使う。はい、ということで8個入ってました。あ、これさ、もしかしてこうやっておるとお店で売ってるモードになるんじゃない、よっと。あ、ほら、お店モードいや、これテンション上がるね、私こういうの箱買いしたの初めてかも。よし、じゃあどれから開けてみる。せっかくだから今回順番に開けてってみようかな、せっかく箱買いだからね。よし、じゃあまずは1個目。あぶねえ、破れてもいい場所だった。さあ、1つ目一体何が出るのか。個人的にはこの猫ちゃんのロールケーキが入ってたらいいな。さあ、どうかな、じゃじゃん、せーの、ポン。お、すごい、猫ちゃん出た。じゃじゃーん、ということで狙いの猫ちゃんロールケーキ出ました。やったー、これさ、めちゃめちゃ可愛いよね。てかもう実際にすみっこカフェとか行ったら商品化してほしいもん。うわ、めっちゃ可愛い。え、し、見て、横の模様とかもちゃんと書いてある、クオリティ高。あ、こっちもだ、可愛い。で、上のチョコの部分も肉球マークついてるんだよね。いや、やばいね、本当に可愛すぎる。で、あとこのちっちゃい白熊のショートケーキと、これはペンギンのパフェかな、チョコミントサンデーみたいな、ちょっと中入れてみよう。おー、いいね、このさ、グラスの透け感もめっちゃ綺麗だね、やべえ。で、あとこれ、これね、ケーキを移動させるケーキサーバーみたいな感じかな、こんな感じで白クマのケーキを持てる。おお、かわいい、いいよ、くら、落ちた。これ本物のケーキだったら大惨事だったねよかった、偽物で、カチカチ。で、あとはケーキ屋さんの看板が入ってました。これシール貼っていいってことかな。よし、じゃあこれは慎重にずれないように、おふざけなしで貼って、おふざけしないわ、私は真面目な人間。よし、はい、こんな感じで貼れました。いいね、看板一つでもめちゃめちゃ可愛い。よく見るとなんかね、ちょっと木っぽい感じのザラザラ感あるんだよね。いやー、リアル。あ、まだなんか入ってる、じゃん。あー、パンフレット的なやつかな。お、1番いらっしゃいませだって。あ、最初に1番が出たんだ、なるほどね。あ、待って、なんか細かいパーツもいろいろついてたじゃあこれ切らないとだね。なるほどなるほど。あ、でもさ、ちょっとまだまだたくさんあるから最後に一気に切ろうかな。うん、その方が効率か、効率がいい。よし、じゃあ次2つ目だね。てかさ、さっきここが1出たってことはこれ2だったりするのかな。え、だったらさ、もう順番狙えちゃうね、欲しいやつ。よし、さあ2個目は一体何なのか、本当に2番が出るのか。あ、なんかめっちゃでっかい、せーの、じゃじゃーん、おー、なんだこれ。あー、はい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 、はい、ということでケースのショーケース、ケースじゃない、ケーキだ。はい、ということでケーキのショーケース出てきました。これもね、クオリティめっちゃ高いよ、ほら、スケスケ、このガラスのクリア感すごいね、わー、かわいい。で、みんなこれ今回さ、クッキー缶が入ってたんだけど、やばいよ、ちょっと近くで見せるね。見て、みんな、クッキーがさ、ちゃんと隅っこになってるんだよね、
これめちゃめちゃ可愛いね。バターとココアの型抜きクッキーみたいな感じかな。これもね、偽つむりかな。めっちゃ細かい。で、これが雑草のアイシングクッキーだね。いや、やばいねこれ。もう大興奮が止まらないんだが。よし、じゃあちょっとクッキー詰めていきたいと思います。多分この偽つむりが下で、こっちスズメとかが上かな。じゃん、おー入った。で、雑草のアイシングクッキー、ここ、わーいいね。はい、クッキー缶できました。これはね、もうミニチュア心くすぐられました。わはっ、あ、くすんぴー、わはー。いや、最高だね。で、これは5番のミニコクッキーを召し上がれだって。あ、2番じゃなかったね。さすがにそれは違うか。いや、でもこれめっちゃ可愛い。で、あと紙の小物は、ほい、これがポスターだって。いつもの手土産をもっと可愛く。いや、ほんと可愛かったこれ。え、ミニコクッキーが850円、ちょっと安すぎない？全然さ、こんな可愛いクッキー缶だったら4500円とかありえるよね。ちょっと大丈夫？すみっこ暮らし、値段設定間違ってない？もっと高くして、もっといい暮らししてほしいな。大丈夫なのかな。で、これがティーバッグだって。あー、なるほどね。折って糊で貼ったりするんだ。オッケー、これもちょっと後でやろう。よし、よし、じゃあ次3つ目、これだね。いや、てかやばいね、可愛すぎて喋りすぎちゃう。動画の尺が心配。よし、じゃあ3つ目は何この、せーの、あ、待って、これもめっちゃ可愛い。はい、ということで3つ目はこんな感じでした。なんかね、ちっちゃいスイーツがいっぱい入ってた。まずこれが白クマのいちごシュークリームみたいな感じかな。いや、超可愛い、中に挟まってる。で、次これ、これはとんかつのキャラメルタルトみたいな感じかな。ちょっとわかんない。でもね、これほら、テラテラでめっちゃ美味しそう。つややかだね。で、これがエビフライの尻尾のモンブランだね。あ、なんかモンブランにエビフライトッピングされてるみたい。これ美味しいのかな、どうなんだろう。で、あとはさっきと同じケーキサーバーと、これはすみっこのトレーだね。見て、トレーにもすみっこたちがいる。いや、もうほんと全部可愛いね。一つ一つ全てが可愛いからさ、ちょっとこの動画可愛いって言い過ぎそう。何回言ってるんだろうね、可愛い。100回は言わないだろうな、さすがに。あ、で、これは2番のどれにしようかな、だって。確かにね、迷うこれ。そして、紙の小物は、板チョコとメッセージカードだ。あ、いいね、なんかちょっと、バレンタイン的な、そんな感じする。よーし。え、でも待って待って。やばいことに気づいたかもしれない。最初1番だったでしょ？で、次これ5番。で、これ2番。ってことは、もしかして、1、2、3、4、5、6、7、8。ありえる？え？やばい、やばいことに気づいたかも。大丈夫かな、この動画なしで。いや、ちょっと待って、まだわかんない、まだわかんないけど、もしこれが本当だとしたら、1、2、3、4、5。これ、6番のはずだよね。え？どうする、本当に6番だったら、知ってはいけないことを知ってしまうかもしれない。じゃじゃん。さあ、運命の6番か。せーの、じゃじゃん。え？どうなんだ、どうなんだ？何番かわかんないけど、めっちゃ可愛い。やべえ、これ。はい、中身はこんな感じでした。まずこれ。これね、多分山のかき氷プリンみたいな感じじゃないかな。いや、超美味しそう。ほら、グラスも取れるんだよね。いや、いいぞ。で、これがタピオカのレモンタルトかな。いや、このレモンもね、ちょっと透け感があるんだよね。みずみずしいレモン。で、これがタピオカのカヌレだね。いや、カヌレも可愛いね。見て、タピオカチョコついちゃってる。で、あとはちっちゃいスプーンと、さっきと同じトレーです。いや、もうほんと全部可愛いね。もう食べちゃいたい、食べちゃいたいぐらい可愛いって、こういうこと言うんだね。ほら、食べちゃいたい、文字通りだな。あとはあの紙だね。あ、待って、これ6番だった。え、やばい、本当にさ、もうじゃこれ1、2、3、4、5、6、7、8ってなってるんじゃないの。え、こんな真実に気づいてしまっていいのだろうか。真実はいつも一つ。見た目は大人、頭脳は子供、その名も、のって。あ、で、紙のやつは、ギフトボックスとコースターだって。いや、待って。それどころじゃないよね。真実に気づいてしまった。ってことはさ、次これ、3じゃないの ?3 番、ショーケースに見とれちゃう。これ入ってたらもう確定だよね。え、どうだろう、じゃじゃん。え、なんか、
大きいよ。せーの、だったかだー。わー、ショーケースだ。はい、ということでなんと6番出ちゃいました。いや、本当に番号順だとは思わなかったね。びっくり。で、これさっきと同じショーケースかなと思ったんだけど、さっきのはね、ほらちょっと大きさが違った。なるほどね、違いがあるんだ。そしてケーキは2種類だね。ペンギンのババロアみたいなやつと、風呂敷のムースケーキみたいな感じかな。いや、これも美味しそうだね。かわいい。てか、なんかいつか作ってみたいよね、こういうの。なんか隅っこ暮らしってさ、結構シンプルな見た目だから、頑張ったら作れそうだよね。いいな、隅っこケーキ。で、はい、こちら、3番、ショーケースに見とれちゃう。いや、まさか本当に3番が出るとは。で、紙小物はカタログとコースターだね。もう本当にケーキ屋さんのメニュー表みたい。あ、こっちもある。かわいい。あ、値段まで書いてある。これさ、ペンギンの抹茶ムースかなって思ったら、ピスタチオムースだった。え、超オシャレ。ペンギンオシャレさんじゃん。ピスタチオとか。もうオシャレな人しか食べないからね。私、食べます、ピスタチオ。オシャレなんで。よし、じゃあ次、6個目。6個目は、1,2,3,4,5,6,7。7が出るんじゃない？ほい！せーの！じゃじゃーん！お？どうなんだ？見て！ 7 番だった。いや、もう分かっちゃったね、秘密。で、これは、すみっこたちのプチガトーだって。お、ちっちゃいすみっこ？あ、ほんとだ！めっちゃちっちゃい！おー！はい、中身はこんな感じでした。いやー、これもめちゃめちゃ可愛いね。で、これはね、すみっこたちのちっちゃいタルトみたいな感じかな。なんか台に入ってる。いやー、いいね。で、あとはトレーと、これはトングだね。初めてのトング。待って、これ使えるのかな。じゃん。あー、使えそうだけど、なんかちょっと折れそうな気もする。大丈夫かな？ちょっと一個だけ沿ってやってみよう。せーのー。おっ。あー、いけるいけるいける。大丈夫だ。無理やりやったら折れちゃうかもだけど、普通に使う分には OK。 よーし、全部取ろう。おっ、イエッ。で、あとこんなのも入ってました。これはね、紙のケーキボックスみたいな感じかな。ちょっと軽く組み立ててみよう。よし、よいしょ。で、あとはこののりしろって部分にのりを貼って完成だね。いや、この箱もね、かわいい。ケーキ屋さんごっこはかどりそうだね。そして紙小物は紙袋だって。いや、かわいいね、紙袋。ちょっとね、めっちゃちっちゃいんだけど、すみっこたちがお菓子を食べてます。あ、このパッケージのイラストだね。いや、みんなお菓子食べて幸せそう。いいよー。よし、じゃあラスト2個。これは4番だね。いけー！せーの、じゃじゃん。おー、すごい、なんかでっかいの入ってる。はい、ということで4番、とっておきのおっきなケーキだって。ホールケーキが入ってるってこと？やべ、これもめっちゃ可愛い。はい、中身はこんな感じでした。なんかね、今回組み立てるものが多そう。まずこれ？このケーキにちっちゃいすみっこたちをはめていきます。よし、じゃあ、とんかつはここね。おっ。で、次、白クマはやっぱ真ん中じゃない？ここ。よし。で、次、猫ちゃんは、あ、ここなんだ。なるほどね。よっと。そして、トカゲは、この前だ。おー、ペンギンペンギン、ごめんね。そしてペンギンはここだね。よっと。はい、こんな感じ。いや、いいね、なんか記念撮影撮れそう。この後ろの人は前の人の間に入るみたいな。なんか懐かしいな、小学校とかそんな感じで撮った気がする。よし。で、あと後ろの部分にこのクッキープレートも刺すんだって。で、これ裏も書いてあって、まずこっちがハッピーバースデーで、裏側はじゃじゃん、隅っこだらけ。どっちでもいいみたいなんだけど、せっかくだから隅っこだらけにしようかな。これめっちゃ可愛いと思う。よし、オッケーイ。あ、よく見るとさ、配置一緒だね。みんなこの場所が好きなのかな、こだわりポイント。で、次、これはケーキスタンドかな。これは多分ね、刺すだけじゃないかな。おっ、あ、大丈夫。はい、スタンドになりました。これを乗せるって感じだね。いやー、待て、めっちゃ可愛い。すごい、これ部屋に飾りたい。可愛い。で、次、これはね、シールを貼ると紅茶缶になるんだって。いいね、おしゃれ紅茶缶。じゃあシール貼っちゃいます。じゃん。ずれないように慎重に貼っていく。あ、待って、間違えた。見て、こののりしろみたいなのがあった。
ってことはこっちを先に貼ってこの上に重ねなきゃいけなかったんだ。なるほど。でちょっと一回剥がしてよっと、こっちからだね。ほい、でてくでーん。オッケー、完璧。はい、紅茶缶できました。いや、いいね、シルバニアファミリーとかにも使えそう。で、これはケーキ用の箱かな。いや、もうこれがあるとさ、ケーキ屋さんって感じするよね。よし、じゃあサクッと組み立てちゃいます。はい、ケーキの箱を完成。全部が隅っこ、全部ワクワク。そして、紙の小物は、じゃじゃん。お、これは敷物とメンバーズカードだって。あ、見て、裏スタンプカードになってる。え、これがついてたってことはさ、すみっこ暮らしのケーキ屋さんのメンバーってことだ。やったー、スタンプカードを作りしましょうか。なんて言われたらもう絶対作るよ。ありがとう、すみっこたち。どういたしまして。ということで、ラストこれ8番だね。さあ8番、一体何が出てくるのか。せーの、じゃじゃーん。おお、いっぱい入ってる。はい、ということでラスト8番、お土産もたくさんでした。てか待って、これもめちゃめちゃ可愛いんだけど。え、はい、スイーツはこんな感じ。見てこのさ、猫の兄弟マカロン、これめちゃめちゃ可愛いね。いやー、しかもね、それぞれ味が違うっぽい。水色っぽいのとかオレンジっぽいやつ。いやー、どれも美味しそう。で、次これがトカゲのブルーベリータルトかな。トカゲさ、この後ろにあるブルーベリー気になっちゃって後ろ向いちゃってる。お茶目だね。で、これがトカゲのお母さんのシュークリームだ。うわ、いいね、トカゲセットだ。で、あとはフォークとトング。そして今回も紙のパーツが2つ入ってました。これはね、ショッピングバッグみたいなやつじゃないかな。あ、すごいすごいすごい。じゃじゃん。うわー、できた。これもめっちゃ可愛いね。で、もう一個、こっちはミニケースみたいな感じかな。あ、大きさ的にマカロン入れるやつかも。よっと、見て、入った。いや、セットになってるとより可愛いね。ほら、開けると猫のマカロンセット。いや、すみっこほんとやばいね、恐ろしいわ。なんて恐ろしい子たちなの。はい、ということで出たものを使ってケーキ屋さんを作っていきたいと思います。まずはこれだね、本体で。どうやらね、この最初にちぎれかかったこのパーツもう切っちゃっていいんだって。よかったよかった。よし、じゃあ切っちゃいます。え、本当に合ってるよね。ここ全然切り取り線とかないけど大丈夫。で、結構あちこちに切るパーツがあるから、もうこれ全部切っちゃいます。よし、はい、こんな感じでパーツが切れました。で、このラインナップについてたちっちゃい小物も一緒に切ってみました。これね、超ちっちゃかったから結構大変だった。まあね、ちっちゃいからこそ可愛いところあるしね。じゃあ次はのり付けして組み立てていく作業だね。まずじゃあこの大きいやつやってみよう。よし、この線で折っちゃって、この部分にのりを塗る。よし、この背景の後ろにつけるとスタンドみたいになるんだって。なるほどね、この辺かな。よし、で、これを立てると、じゃじゃん。おー、すごい、立った。なるほどね、これがお店になるんだ。おー、よし、じゃあこんな感じで他も組み立てていきます。よいしょ、すごい、もうこんなにちっちゃい作業人生初めてかもしれない。およいしょ、はい、全てのパーツを組み立てました。いや、特にね、これがやばかったね。じゃじゃん、超ちっちゃい板チョコ。これね、大変だったんだけど、その代わり見て、めっちゃクオリティ高いの。かわいいよね、本当にお菓子屋さんで売ってそう。よし、そしたら最後、お楽しみのケーキのセットだね。いや、もうこれが早くやりたかった。絶対可愛くなるよね。よし、じゃあちょっとアングル変更。よし、じゃあまずはショーケースにスイーツを入れていきます。さあ、これ入れるの初めてだからね、入れたらどんな感じになるんだろう。よし、タピオカヌレ、タピオカヌレ、山のパフェ、よいしょ、そして最後にペンギンパフェ。お、さあ、どうなったか。じゃ、チョコチョーン。めっちゃ可愛い。え、やばいね、やっぱショーケースに入るとより映えてる。よし、じゃ、これをそーっとセットして、危ねー。次、もう一個のショーケースのね、
これもケーキを慎重に入れていきます。よし、さあどう？じゃじゃーん、かわいい。いや、これはテンション上がるね。よし、そしたら他のパーツもいろんなところに設置していきます。隅っこ暮らしのケーキ屋さん、もうすぐ開店です。やばい、開店準備間に合わない、急がないと。じゃじゃーん、ということで隅っこ暮らしのケーキ屋さんの完成。いやもうね、これ想像以上に可愛かった。ちょっと待って、近くで見せるね。みんな、はい、前から見るとこんな感じです。いやもうさ、一つ一つのケーキが可愛いから、こうやって集合するともうほんと可愛いの集まりだよね。やべー、もう可愛いしか出てこない。で、こっちにはラッピング用の袋とかが置いてあります。で、ぐるっと床を見ると、置ききれなかったトングとかちょっと一回床に置いてあります。お、誰かのレシートも落ちてるね。なになに、高木ブルーベリータルト、シュークリームマカロン。いや、いいね、美味しそうなの買ってる。いやもうこれクオリティやばいね、本当に買ってよかった。よし、じゃあせっかくなんでこのままケーキ屋さんごっこしてみようと思います。さあ、このケーキ屋さんでどんなことが起こるのか早速やっていきましょう。ケーキ屋さん、オープン。いらっしゃいませ、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 いらっしゃいませ。すみっこ暮らしのケーキ屋さん、やってますよ。願いを叶う不思議なケーキあります。今日は特別大サービス、全部無料です。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ケン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 、おや、ケーキの匂いがするぞ。わ、炭治郎さん、いらっしゃいませ。願いを叶うケーキありますよ。ほほ、それは素敵だな。じゃあ、そこに乗ってる一番大きいケーキいただけますか。このすみっこホールケーキですね。かしこまりました。よし、じゃあこの箱に詰めて、よいしょ、よいしょ、よし、しっかり入ったぞ。お待たせしました、ホールケーキです。ありがとうございます。あ、お代は、あ、今日はサービスデーで全部無料なんです。そうなんですね、ありがとうございます。ねずこ、喜ぶぞ。ありがとうございました。ねずこ、ケーキ買ってきたぞ。もうもう、さあねずこ、食べてごらん。これを食べると願いが叶うらしいぞ。もうもう、それ。ねずこが人間に戻りますように。どうだねずこ、もう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 、なんだ、魔法の匂いがするぞ。でえ、ネズコ、大丈夫か。あ、お兄ちゃん。ね、ネズコ、ネズコが人間に戻ったぞ。やったー。うん、よかったね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうさ、このすみっこ暮らしのケーキ屋さん、想像以上に可愛くてめちゃめちゃ癒されました。見てるだけで幸せな気持ちになるよね。買ってよかった。またこういうミニチュア系グッズも紹介できたらなって思うので、楽しみにしていてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録こっち、グッドボタンこっち、よろしくお願いします。それではじゃあねー。